こんばんはお家に帰ってきました今日はもう久しぶりに家って感じです久しぶりの家久しぶりのよぎぼうもう最近よぎぼうが定位置になってる 昨日おとといとちょっと配信ショールーム配信できなくてなぜかというと寝落ちしたからですでも一昨日の岡山公演の後は佐帆さんとやねちゃんと下尾美ゆちゃんとご飯行ったんですけど楽しすぎてやって <laughs> 4人でのご飯が楽しすぎて 九時ぐらい？え八時半とかかな？八時半とかにご飯行ったのに十二時半で帰ってきたの。えみたいな。えええ。九時十時十一時四時間？四時間ご飯してました。でもめっちゃすごいのが。 もうどれも本当にめっちゃ美味しくて岡山で食べたご飯たちかきおことかあとホルモンうどんとかでねめっちゃ食べたのもうえぐ食べたんですかきおことんぺい焼き豚しそおこだしのお好み焼きあとだし巻き卵あんきもハマチの刺身でめっちゃ 食べたのあとあっえー、大輝くんがタワーくれてるありがとうあとえまだまだ全然食べてるんかきおことんぺ焼きホルモンうどん豚しそのお好み焼きだし巻き卵ハマチのお刺身 あと餃子唐辛子餃子あとなんかあん肝あとスルメイカの塩辛みたいなやつとえあとまだ食べてる気がするあとなんかよくわかんないの食べてた下おみやちゃんが10品以上食べて えまだだあるると思うんだよね食べてるやつ確実に10分は食べてでどれもめっちゃ美味しくてお酒も飲んだのに4人で4人で9200円でしためっちゃ安くないお酒も飲んで10品も頼んで9200円でみんなで。 あのー、店員さんに「あえこれ会計合ってます?」って言ったもんねびっくりすぎて「え一1万って書き忘れてない?」みたいな「え1万9,000円じゃなくて」みたいなだから1人2300円でめっちゃ食べたでも一番高かったああとかきの天ぷらも食べたの でお酒も飲んだちゃんと飲んでたし私は一杯しか飲んでないけど強くないからでみんなちゃんと飲んでたのに柿おこが一番高くてメニューの中でそれで円とかだったの一番高い柿おこ売って1,050円で柿の天ぷら4つ入ってて600円とか。 ちゃんと美味しくて餃子唐辛子餃子とかもほんと500円とかめっちゃ安いよねびっくりしちゃってあん肝とかもめっちゃ大きいちゃんとしたあん肝が5個とか入ってて400円とかだった気がするめっちゃ安くてさ安くて美味しくて最高でした私なんか もともと2つお店が部屋あってでまあ店員さんたちが常にいるところでみんな食べるみたいな普通にでめっちゃ満席だったの満席で4席だけ空いててでそこに予約してて入るって感じだったんだけどなんかゆいゆいが行きたいみたいなゆいゆいが行きたいかもみたいな。 ちょっっっっととお店送っといいてててくださいってなって「どこ?」みたいな「あじゃゆいゆい来るね」みたいになって「すいません1人追加でも大丈夫ですか?」みたいな「あじゃあ」って言って隣の部屋開けてくれてそこで用意してくださったんですよそしたらなんか誰もいなくて隣の部屋貸し切りでで店員さんもいないから運びに来てはくれるけど。 だからもう貸し切りで4時間楽しめました1人2300円でで結局ゆいゆいは来なかったけどね1時間ぐらい経ってこれ来ないんじゃねって <laughs> これゆいゆい結局来ないんじゃねってなったら次の日の自己紹介 MC 広島で「私はサウナ女子で昨日サンセットしました」って言ってたサウナ行ってたわ。 あやつサウナ行ってましたそれがゆいゆいしかも私にはさ「ゆいゆい何女子っていうの自己紹介 MC」って言ったらさ「時間を無駄にしない女子って言います」って言っててああ確かにゆいゆいんか楽屋でも台本読んでたりとかいろんなことしてるもんなと思って確かに時間を無駄にしない女子だなと思ったら本番「サウナ女子です!」全然違うこと言うじゃねえか。 毎回そう昨日もそうだから小さんのこと言いますねみたいな言われて「あ分かった」って言ってほ、うんまあゆいゆい私のこと言うんだ」って思ってたら全然違うこと言ってて「言わないんかい」ってマジで言わないんかい あでももしかしたら5人になっちゃうかもしれなくてっていう言い方をしたのでもともと4名で予約しててだからそんなに店員さんはゆいゆいが来れなかったことになんかそのコースとかじゃないからでも隣の部屋がもともとまあでも5人になっちゃうから隣開けてくれたんだけど。 ももとと入る予定だった部屋が満室で皆さんめっちゃタバコとか吸ってらっしゃってたからよかったタバコとか多分匂いめっちゃついてたじゃん私めっちゃもう満席でガヤガヤすごかったから居酒屋さんだと思うからよかっただから次の日ゆうゆうに。 ゆいゆいのおかげで来なかったけどみたいな来なかったけどゆいゆいのおかげで隣のお部屋貸し切りになってすごく良かったよってでも今日も絶対寝落ちしないようにしなきゃマジでこのホテルでの毎日寝落ちしかしてなくて毎日毎日寝落ち あ、皆さん10月19のカフェイベント当選してくださっている皆様コンビニ決済が本日までですのでちょっと言うの遅いけどあと6分あと6分です本日け本日までであの本日過ぎちゃうと当選していたのに落選になってしまいますのでお気をつけください ちょっと X にも書いたんですけど今回はコスプレしやすいように一部女子限定二部三部が男子限定ですお当たったコンビニ決済やってきました嬉しい待ってますあいつ当たりやがったぜおしゃれじゃないおじさんも言っていいんですか もちろんいっぱい来てます <laughs> 逆におしゃれなおじさんってどんな感じですかあ当選したってありがとう待ってるね今回は外れだったって次は12月に今年最後のあのカフェイベントを予定していますので お待ちしてます今年最後のカフェイベント12月クリスマス付近にやりたい12月みんな来てね。 私今月もなんか結構レッスン入っててレッスン入ってんだけどファンのみんなと会えるイベントはもう12月8以降なので AKB としては。 舞台が十一月にあるけどねお土産持って行っていいのぜひぜひとか言ってお土産もプレゼントも生き物以外だったら何でも大丈夫です生き物とか冷蔵庫ぐらい大きいプレゼントじゃなければ何でも大丈夫ですあそうあとぬいぐるみはちょっと罰 <laughs> フィギュアぬいぐるみ 生き物以外だったら何でもウェルカムですお土産にうなぎ持ってきますえ信じるぞ大丈夫かママとお姉ちゃんも仮装するのは確定なの うんししてって頼んだら多分ノリノリでお姉ちゃんはすると思う私決めました仮装1029日連続ありがとうございますお姉ちゃんもすんじゃんてかハロウィンカフェでやろうって言ったのお姉ちゃんだしな ブーくんありがとうーおうちお菓子おうちだわあそういえば今日ねメグと衣装店行ってきましたちょっと写真載せますでも明日載せよあねモバメにさあれ届きました桃桃の私 大輝くん出張公演ありがとう。じゃんありがとう大輝くん最前いたすごい。 ブー君、おうち収、お城タワーありがとうありがとう。ありがとう。ありがとう。桃の AKB メール、岡山公演終わってすぐ送ったんですけど、なんかスタッフさんに、文章がなくて、間違えて送っちゃってますって。 戻ってきてき「それわざとです」って何も言わずに桃だけ送ったらみんなどんな反応するんだろうと思ってふざけてご飯食べながらサホさんたちと送ったら間違いだと思われて差し戻しされたって今更送られました「<laughs> それわざとです」とか言ってで「えすいませんじゃあ送り直しますかやめときますか」って来て「え送ってください」止めないで。 だようやく送られた <laughs> そう時差になっちゃった <laughs> 岡山だ